イラクサとは、イラクサかイラクサ族の多年生植物の一種、または総称。多年生植物で30から50センチメートルの高さになり、茎は四角く、葉と茎に霜がある。6月から9月にかけて溶液から塩水型に緑色の花をつける。イラクサは、アーティカサンバージアナの標準和名である。ヨーロッパや北米の金運園西洋イラクサも、イラクサと訳されることが多いが、 日本に野生するイラクサとは別種である。植物全体にある霜が特徴で、イラクサ科を意味するアーティカとは、ラテン語でチクチクするという意味であるまた、ワカメが山菜として利用されるミヤマイラクサも、時としてイラクサと称されることがあるが、ミヤマイラクサは、ムカゴイラクサ族であり、イラクサとは別族である。日本でもイラクサの方言は多く、アイコ、イラナ、アエダケなど、 地域によって呼び名が変わる。痛い,いた草ともイラら草とも呼ばれる。夏から秋にかけ、緑白色の大花と、単緑色の雌花が咲く。茎や葉の表面には、毛のような棘がある。その棘の基部には、アセチルコリンとヒスタミンを含んだ液体の入った脳があり、棘に触れその脳が破れて皮膚につくと、強い痛みがある。関東以南の本州、四国、九州に自生し、北、アメリカ、 ヨーロッパにも見られる。近年では、北海道でも自生する、西洋イラクサのピューレ。薬用部分は前奏。夏から秋にかけて前奏を取り、日干しして乾燥させる。近年では、西洋イラクサの葉を乾燥したものが、ネトル茶などとして流通しており、花粉症に悩む方の体質改善になどと謳われることが多い。ヨーロッパの西洋イラクサは、料理、薬用ハーブや、 コンパニオンプランツとして用いられている。ロシアではスープの具としても用いられる。皮からは滑らかで白い色合いを持った繊維が取れる。アイヌ民族はイラクサの繊維から折った布焼き物をレタルペと呼んで珍重していた。奈良県にある奈良公園では鹿による食害を防ぐために自身が毒を持つトゲを多く持つように進化したとの研究結果を奈良女子大学。 加藤抵抗らのグループがまとめた。グループは、県南部などのイラクサに比べ50倍以上もトゲが多く、この特徴が種子にも受け継がれていることを確認。実際、公園内のイラクサ、県南部のイラクサで鹿に食べられやすいのはどちらかという実験を行ったところ、県南部のものはすべて食べられたが、公園内のイラクサは60%以上も残ったという。これについて、教授は、 1200年という長い間に鹿に対する防御機構が進化したのだろうと話している。西洋イラクサはアンデルセンのの白鳥に呪いを解く鍵として出てくる。ありがとうございます。